はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日はね、こちら立体ボディバッグをお題いただきました。ありがとうございます。で、こちらのオーダー様はね、システム手帳とユアーズで、こちらの立体ボディバッグ3点でオーダーすべてね、完成いたしました。ご確認いただき次第ね、発送いたします。はい、ちょっと見ていきましょう。立体ボディバッグね、このね、もう、なんていうの、ここを返し縫いして立体にして製作してるんで、まあたくさん詰めてもね、型崩れしないというのが一番のポイントですね。で、ここをね、あまりにも大きくしすぎると、ここがね、強度が持たなくてふにゃってへこんじゃうんですよ。で、それが嫌だったんで、ここの高さのバランスとか、まああとこの曲線に対してのこの膨らみっていうのもね、結構何パターンも変えて作ってるとね、このまあ結構大変なんだよね。ここ高すぎるとここへこむし、ここが絞りすぎると、縫いがね、粗くなってしまうっていうの、意外とね、何個も作ったけどね、もうようやくね、いい形のやつができております。はい。で、今回ね、ダブルファスナーっていう、ダブルファスナーなのかな、両側どちらでもね、開け閉めできる、やつに変えております。はい。引き手の方もね、こんな感じで、剣の形の引き手にね、変更させていただきました。はい、内装の方にはね、小ポケット、ございます。で、外装の方には、こんな感じでね、フリーポケット入っております。すごいね、ここのトラメね、すごい綺麗に出てますね。はい、ポエブロ自体ね、結構柔らかい革ではあるんですが、減圧で製作してるので、かなり張りありますね。はい、ショルダーベルトの方もね、もちろん両銀面仕様での仕立てとなっております。はい、各種ね、真鍮のパーツ使っております。で、このつなぎのね、この金具がね、ちょっと入荷が遅れていたため、ちょっとお時間かかってしまいましたが、本当にね、いいパーツね、手に入れることができました。はい、一応こんな感じでね、完成いたしましたので、ぜひね、動画の方でご確認の方お願いいたします。最後までね、ご視聴ありがとうございました。